はい、どうも、スラビです。もうできたかな？どうもね、ここにテントの中からです。もうできてるね。どうもね。もうできてると思うんだ、配信ぐらいは。スマホで確認してみようか。今日も、あ、いいでしょ。なかなかできてるね。もう動いてると思うんだ。どうもー。テントの中で、いやー気持ちいいな。はあ、思うか。最後の一本飲もうか。大丈夫ね。もうテントの中。テント本当乾燥強かった。この間巾着で濡れちゃったからな。思って。やっぱテントの中、テントが重なってよかったよかった、うん、はい、どうもね、こんな感じでやってますよ、テントの中で。どうもね、だいぶ急ね、うん、どうよ、いい感じじゃん。止まってない、もう動いてるよね、大丈夫ね、うん、はい、どうもどうも。おー、いい感じがない、うん、で今日は葛飾 T シャツで着てます。葛飾 T シャツだよね。ライブのさ、いい感じね、うん。どうも、2名さん、どうもありがとうね。今日はね、我孫子市とね、利根川遊遊公園で、うん、いい感じだ、いい感じだ。こんな感じです。どうも、8月7日ね、
まだ3時だろ。4時半頃帰ろうかな。いい天気でよかった。いい気持ち。どうもね。これいいよな、このテントね。5000円で、5000円ぐらいで買ったトラックマンね。全然ありえないんだよな。値段の割りには取れるところ。で、最後の1本も買おう。最後の1本飲もうか。最後の1本焼酎ハイボールドライ行きます。ほっ、かわいいね。それでさすが氷凍らすとか、やっぱ これさえ氷凍らせるのが一番いいね。いろいろ氷最後の溶けて飲めるしな。だからうちの冷蔵庫そうよ、500のペットボトル水入れて凍らしてある。アゴトドナの時あれ持ってって、あれこの間登山登った時も雲取山あれも3本凍らしたの持ってってね、だからちょうどよかった。ああ、いい感じだ。焼酎ハイボールでーす。はい、ドライ。ああ。いいねー。3時20分。あそこだって最高に、ね、一回切ってからの後でもちょっとまたアップされると思いますからね。はあ、炎なる幸せです。外は青空、外でもフロストも燃えてる、いい感じだ。最高だよな、こうやって。
ワイマックスでやってます。ワイマックス。ワイマックス。YouTube ワイマックスでやってます。テントの上ではね、あれね、はい、で、大丈夫かな、はい、まあ、ソロストーブかね、あって見えないかな、ソロストーブかな、ソロストーブいいよね、ほんとね、はい、これどんどん、もうこれもう飲み終わったらね、片付け入ろうかな。まだあるかな、これ。東京ハイボールのドライ。これやったらなんだ。これカツヒコ T シャツね、赤いやつね。これ赤がカツヒコ T シャツ。デイキャンプね、今日はね、我孫子市の利根川悠遊公園でデイキャンプです。なかなかいいじゃないですか。飲み物はそう、サントリーじゃなくて、ね、宝焼酎のこの焼酎ハイボール、これ4本、待って、フェイスブック見てみよう、フェイスブック。
どうもね、こんな風にやってますよ。はい。まあ動いてるね、まだね。はい、でもね。配信が良くないかな。ばあ、やばい。うわぁ、どんどん壊しちゃったよ。サイレントが置かないとダメだな。はい、どうもね。うん、大丈夫です。今入るなら入ってると思うんだ。今なら入ってると思います。多分大丈夫だよ、大丈夫。今は大丈夫。あ、こんにちは。今日はね、デイキャンプで日帰りでね、利根川悠々公園に来てまーす。どうもThank you.
死んだらどうかな。一回終わった方がいいかな。ちょっと悪い配信が悪いから。ちょっと悪い配信が悪いんで。ちょっと悪い。ちょっと回線変えてみようかな。